寒い中孔子廟会場ご来場いただきましてありがとうございます。今日は会場内が今のお時間大変混雑しておりますので、お怪我などございませんよう皆様ゆっくり進んでいただけたらと思っております。お待ちの皆様も譲り合ってご観覧いただきますようお願いいたします。さて、これよりひょっとこ踊りのステージをお送りしてまいります。長崎市小坂地区で結成されましたひょっとこ愛好会の皆さんです。火の神様であるひょっとこと福の神様であるおかめおたふくがやってきます。さあ、今日は皆さんどんなひょっとこおかめが出てくるのか楽しみになさってください。笑いの絶えないところにはたくさんの福が訪れると言われています。笑っているよという円満のシンボルがこのおかめとひょっとこ、とっても演技がいいそうですので、今日は皆さん福がやってくるようにたくさん笑ってください。そして本日は福岡から西福岡ひょっとこ踊り愛好会、大阪から京都ひょっとこ踊り愛好会の皆様に応援参加をしていただいております。それでは福岡より松岡さんに一言お願いいたします。こんばんは。ランタン祭りをですね、いつも楽しみにしています。今回で3回目ですね。ひょっとこ長崎愛好会の方と福岡市早良区日向ひょっとこ通り西福岡愛好会、それに京都から見えた人ですね、このグループ3グループで踊ります。このひょっとこはですね、昔宮崎県の日向で生まれました。狐、オカメ、ひょっとこ、この3人でですね、狐は人ではないけどですね、まあ3人と数えていいです。この面をかぶったひょっとこたちがですね、ユーモアでですね、ちょっぴりエロティックな踊りです。これは昔の村人がですね、五穀豊穣、家内安全、商売繁盛を願ってですね、踊りとしてお祝いで踊ってました。今から踊りますので、皆さん手拍子で迎えてください。よろしくお願いします。Thank you.
you
か？お誘いがあったらぜひお面かぶって一緒にひょっとこさんやってみてください。お面かぶっちゃうので中は誰だか誰だかわからないと思いますよ。ありがとうございます。さあどうぞ皆さん遠慮なさらずに好きなように踊ってください。服がたくさんやってきます。お父さん上手ですね。はい、どうぞどうぞ。ちっちゃい子もどうですか？怖いかな？皆さんとっても上手です。不思議と面をかぶると体が動いちゃうんですよね。本当に誰だかわからなくなって安心しちゃうんでしょうか。もうひょっとこさん本物よりも動いてらっしゃいますね。ちょっと真ん中のお母さんあのスカウトできそうですよ。上手ですものすごく。あら小さいひょっとこさんもどうぞ皆さん手拍子をお願いします。上手。お母さん経験者でしょうかね。すごく上手ですね。ほら真ん中で、うまいですね。はいはい、本物だそうですよ。松岡さんが本物だっておっしゃってます。笑っていただいてありがとうございました。今日はですね、今夜はですね、甲子園の館長さん、バンさん並びに長崎ひょっとこ愛好会の代表イーさんのご協力を得てこちら福岡市早良区から参りました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ひょっとこ愛好会の皆様に大きな拍手をお願いいたします。赤の絨毯の上では見られません。絨毯の外側でお待ちください。前の方から順番にお座りいただきます。後ろの方は少し下がってお座りになるの少しお待ちいただけますか。前のお客様から順番にゆっくり座っていただこうと思います。事故がないように後ろの方は少し下がってお待ちくださいませ。前より順番にお座りいただきますようお願いいたします。そして赤の絨毯より外側で皆さんお待ちいただきますようお願いいたします。後ろの方も少し下がってお待ちいただけますか。恐れ入ります。はい、前の方が座ったら座るような形で、はい、小さいお子さんもたくさん今日はいらっしゃっておりますので皆様譲り合ってご覧いただきますようお願いいたします。